はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの定番中の定番レンズですね。ライカルミクロン 50mm の振動タイプになります。はい、ルミクロンの 50mm ですね。 F 値が2、シリアルが1370082ですので、1956年のドイツ製のルミクロンということになります。はい、じゃあ外観から見ていきますけれども、ご覧の通りですね、すごい擦れ傷とか当たりへこみは見当たらずに、おおむね備品といえるレベルです。もちろんですね、落下して歪んだりとかですね、型が来たりとかそういうこともしてないですね。振動も滑らかに、はい、振動してロックもしっかりと効いてますね。はい、レンズですけれども、前玉にですね、うっすらとですね、吹きすれが見られるんですけれども、もちろんですね、映った映像に影響が出るようなことはありませんね。はい、まあ、ちょっと見ていただけると思いますね。まあ、コーティングがしっかりとしてますので大丈夫ですね。ご覧の通り綺麗なコーティングになってます。はい、後ろ玉は大変綺麗ですね。擦れ傷は全くないです。中玉にもくぼりカビは一切見られずに、ゴミ釣りの混入もほぼ見られない感じですね。もちろんバルサム切れも一切見られません。はい、絞り膜も、軽快に動作してまして、油の乗りとか油の、羽の痛みもないですね。はい、はい、ピントヘリコイドも非常に軽く動作してまして、はい、はい、無限ロックもきちりと効いてますね。はい、付属品がリアキャップとこちらの、ライカ純正のフロントキャップになっております。はい、ということで、ライカの定番中の定番標準レンズで、人気の高いライカルミクロン 50mm 振動タイプになります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。